宇宙世紀0079。人類が初めて経験する地球と宇宙の戦い、一年戦争が行われる。地球連邦に対する独立戦争を仕掛けたジオン公国は初戦を制したものの、自力に勝る連邦軍の前に敗北した。総人口の半数を失った戦乱が終わり、人類は平和を取り戻したかに見えた。敗戦の後、ジオン公国の兵士たちはそれぞれの道を歩み始める。戦後、ジオン共和国となったサイド3へ帰還する者。宇宙世紀0083、着実に勢力を。予想通り、チターンズとエウンゴの戦いは互角といったところか。ただ議会におけるシャアの演説の後、連邦軍はエウーゴに回りました。これにより地上はエウーゴが完全に抑えている状況です。うん、地上の体制はエウーゴに決したな。だが宇宙の戦況次第で連邦軍の動きも変わってくるはずだ。はい、チターンズはグリプス2をはじめ宇宙全域にかなりの戦力を保持しています。だがチターンズもエウーゴも互いを倒せるほど決定的な戦力はない。そのうち我らの力を求めてどちらかが接触してくるであろう。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？報告します。エウーゴのクアトロバジーナより通信が入っています。回線を回します。ハマーン、我々と同盟を結んでもらえないだろうか。ティターンズは我々にとって共通の敵だ。頼む。ほう、我々の望み、ザビ家の復興は叶えてもらえるのだろうな。もちろんだ。我々のスポンサーも承知している。しかしお前は物の頼み方を知らん男と見える。頼む、ハマ。よかろう、約束は忘れるなよ。エウーゴより旧アーバオワクーゼダンの門に対する攻略が要請されました。しかし、チターンズの防衛体制は万全であり、攻略には困難が予想されます。うん、アバオアクーにはアクシズを衝突させる。さすればアバオアクーもろともチターンズの戦力を一気に消滅させられよう。至急準備にかかれ。了解しました。アマン様、ティターンズのジャミトフハイマンがこちらに接触を試みています。エウゴとの約束を果たす前にジャミトフと直接お話になってみてはいかがでしょうか。うん、ジャミトフハイマンには一度は会っておくべきかもしれんな。グリプス2に直接会談の申し入れを行い、
了解しました。ティターンズは直接階段を受諾し、ア・バオワク空域を階段の場所に指定してきました。好都合だな。ジャミトフの返事官でこちらも出方を変えられる。ハマン様、ジャミトフ・ハイマンとの会談のお時間です。うん、アクシズはいつでもアバオアク方面に移動させられるよう準備を進めておけ。は。一年戦争の最後の決戦が行われた宇宙要塞アバオアクは、アバオアクは完全に崩壊しました。これで我らの力を地球圏に示すことができたな。ア・バオワ空の崩壊により周辺空域への進出が可能になりました。ソロモン攻略作戦を提案します。我が軍はこれよりソロモン攻略作戦を発動する。目標は宇宙要塞ソロモンである。諸君らの健闘に期待する。ご指示をお願いします。